君たちこそ、二人っきりで大丈夫なのかい？僕たちは平気だよ。あの雲が来る前からずっとこの学校にいて、隠れ場所なんかも知ってるから。そっか。それじゃあ、君たちはここにいてね。僕は行くよ。教えてくれて本当にありがとう。食堂へ急ごう、アグモン。わかった。ここに体育館への抜け穴があるのね。ああ、そう言ってたけど。あった。本当にあったぞ、抜け穴。抜け穴ってのはあったか？だから俺一人置いていく気かよ。なんだよ、リョウ。一人でずっと教室にいたくせに。今度は俺らと一緒がいいのか？うっせえ。なんか蜘蛛の巣が増えてきて、状況が変わったんだよ。二人とももう少し落ち着け。クネモンだってこんなに冷静なんだぞ。クネモンはこれ冷静なのか？ミノル、リョウ、見てくれ。これで葵さんを助けに行ける。ここを抜けるときっと化け物と戦いになる。みんな覚悟はいいか？もちろんだ、タクマ。当たり前だぜ。いざ決戦だ。おい、俺も行くからな。こんなとこで一人にすんじゃねえぞ。急がなきゃ。待ってて、葵。ラブラモン、先に行ったら危ないって。僕たちも行こう。やっぱり動きにくいな。光だ。気をつけて。もうすぐ出るよ。
当にここが敵の住処なんだ。いた、葵よ。葵さん、やべえ、マジで捕まってる。するな、二人とも。クネモンの闘志を見習え。無事なのか。くそ、ここからじゃわからない。早く助け出さないと。でもどうすれば。何ぼーっとしてるのよ、行くわよ。あ、待って、ラブラモン、一人で行っちゃ。ないな。みんな、行くぞ。行こう。
の番だね。俺が行こう。
アクモン、ラブラモン、大丈夫か？ダクマ、僕…怖くない…怖くない…命もかかってるんだ。こんなところで終わらせちゃいけない。捕まってる仲間を絶対絶対に助ける。葵さんを助けたい思いはみんな同じだ。僕たちも精一杯できる限りの力を出すんだ。行くぞ、アクモン。絶対に助けてあげる。そんなタクマの気持ちが僕は、どうしたんだアグモン。様子がこんなにピンチなのに力がみなぎってきたかも。
行こう。番だね。怖い敵だったな。よく頑張ってくれたよ、ハグモン。それにラブラモンも。葵を助けるためだもん。これ式のこと平気よ。
る場合じゃなかった。葵さん、大丈夫か？おい、これもうダメなんじゃ。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってねえで寮も手伝え。葵、今行くよ。待っていろ。キュッ。葵、大丈夫？ラブラも助けてくれたのね。ありがとう。あなたに助けてもらったのは。これ何言ってるのよ。私だって葵に助けてもらったんだもの。それにタクマ、アグモン、一緒に戦ってくれてありがとう。タクマくん、私を助けてくれたのね。こんな怖いものに立ち向かって本当にありがとう。タクマくんってとっても頼りになるのね。いや、僕だけじゃないよ。ラブラモンだってアグモンだって助けてくれたんだ。ほんと、アグモンもすごかったわ。急にものすごいパワーアップしちゃって。ああ、それなんだけど、姿が変わったのはこれで二度目だよね。それってどうなってるんだ？全然わかんない。まるで変身って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかしら。過酷な環境変化に適応するため。つまり、さっきの戦いのためだけど。進化か。アグモン、どうやって進化したんだ？さあ、僕もよくわからない。でも、一つだけわかったことは、タクマの強い思いが僕の中に流れ込んできたんだ。気持ちに応えたい、そう思ったらさっき進化したんだ。つまり強い思いがあれば進化するってことか。要は心の絆があること、パートナーってことね。パートナー、それなんかいいね。しかし、心の絆か。原理はわからないけど、ちょっと思い当たるな。さて、引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。ほんとだよ。ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。てと、あのでかい雲の怪物は倒したし。雲の巣も全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃないのかしら。怪物、毒愚問のこともそうだけど、この校舎もおかしいよね。校舎どころじゃねえよ。外の地形も変わってるってありえねえじゃん。一体ここはどこなんだよ。タグマ、僕もクタクタだよ。私もよ、疲れちゃったわ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。
そうだね。みんな、今日は休もう。え、ここで休むのか？私も気になるけど、今日は大変だったし、もう疲れて動けないわ。そうよ、ちょっとは気を使いなさいよ。それに、夜に外へ出るのは危険だ。毒蜘蛛のような奴らが他にいないとも限らんしな。そっか、他に行くあてもないし、気乗りはしないけど、今晩はここに泊まるしかないか。冗談じゃねえ。幽霊もいるんだろ。こんなところで寝られるか。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それはとにかく今日はいろいろあったしな。心も体もクタクタだ。心っていうか脳みそっていうか、一体何がどうしてこうなったんだか。私にはまだこれが現実だなんて信じられないわ。信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に俺たちの目の前で起きてるんだし。でも正直わからないことだらけなんだ。今はまだ頭の中の整理もつかないよ。そうだ、リョウはどう思う？うるせえ。お前ら仲良しグループで勝手にやってろ。まったく。さてと、明日のことは明日考えようぜ。とにかく疲れも溜まってるしな。ええ、今晩はここで体を休めましょう。休まるわけねえだろ。だって見たんだろ。お前らだって、あの幽霊。幽霊ってどうなのかしら。私はすぐ蜘蛛のお化けに捕まったから見てないけど、幽霊なんてあの蜘蛛のお化けの意図か何かを見間違えただけじゃないかしら。そうだよね。そこら中に蜘蛛の巣だらけだったもの。お化けじゃなくて毒蜘蛛って、やっぱ蜘蛛のお化けみたいじゃん。そうだな、幽霊の正体見たりなんとやらってやつかな。正直俺もビビりすぎてたかな。そのことなんだけど。なんだよ、リョウ。急にビクビクしちゃって。言いたいことあるなら、はっきり言ってみろよ、先輩。おいおい、あんま調子に乗るなって。いくらリョウが弱気になってるからって。大事なことはちゃんと説明して。でもまあみんな無事で一安心だよね。
丈夫だよ。タクモ。どうなってるの？もう何時間も歩いてるのに。教授、まさかとは思いますが、僕たちはひょっとして。そのまさかかもしれないな。この神社には何度も来てるはずなのに、行けども見た覚えのない子たちに。この植物葬はどうしたことだ？なんかそこら中もやがかかってるし、進んでも同じとこ回ってる感じ。そんな、子供の足でも小一時間かからない小さい山の中ですよ。まさかこんなところで。私たち遭難しちゃったの？普通ならば考えられない話だ。だが我々はつい先ほどまで気を失っていたからな。確かにこんなところで遭難などありえない。ありえないことが起きたなら原因も必ずある。じゃあ一体何が？これはあくまで推測だが、例えば我々が何らかの有毒ガスを吸ったとしたなら。それが原因で方向感覚が狂うことも十分にあり得るし、遭難の一因であっても不思議ではないだろう。私が気づいた時は季節外れの彼岸花の咲き乱れる木立の中に一人立っていた。そこで君たちの声を聞いて駆けつけたのだが、私と会うまでの記憶を君たちは持っているかね？確かにちょっと記憶も曖昧ですし、周囲は妙な霧に包まれてますが。でも。さて、その原因を探り、ヒントをつかみ、検証し、論証を重ねて解を得るのもまた学級の一つかな。引率の先生じゃないんだからさ、今はお勉強はいいよ。お家に帰りたい。帰還できてもキャンプの宿泊所だし、自宅はまだずっと先だろ。へりくつ言わないで。もうやだ、足が棒になっちゃったよ。今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。帰りたいなら自分の足で歩くしかないんだ。そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて言ってないから。まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね。なんだったらサキ君は私がおぶっても構わない。いいですよ、そんなの。当たり前だ。教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない。教授も彼女をそんな甘やかさないでください。君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく、彼女を導いてやってはどうかね。とにかく今ここにいるのは我々3人だけなんだ。お互いで助け合わないとな。それはそうですけど。葵ちゃんたちどうしてるんだろう。さっきまで一緒だったミュちゃんって子も。何今の。この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし、猿かイノシシでもいるんですかね。どうだろう、警戒は怠らないようにしないとね。
ープマン、こっちよ。これって生き物なんだと。教授、こんな生き物いるんですか。君はなんだ。そんなまさか。あ、これってもしかして伝承にあった例のその獣神ってやつ。嘘。まさか実在したんですか。そんなありえない。そんな本当に。あのね、もしもーし、獣神さん。こら、不用意に近づくんじゃない。だって神様ならもしかしたら言葉も通じるかなって。なんだ、まずい、危険なやつかもしれない。うわ、こっち来た。いやだ、あっち行って。私たちこいつに追われてたのは凶暴なやつよ。いかん、サキ君、危ない。そんな、教授！嘘でしょ、私をかばって。いや、いっぱい来た！早く教授を助けないと。怪物どもが教授に群がって来るんじゃない。私に構わず、君たちは早く逃げなさい。でも、このままじゃ危ないよ。お願いだ、修二君。さあ、教授。修二、ねえ、早く逃げなきゃ。行くぞ、サキ君。いいから逃げるんだ、さあ。そんな。それでいい。大人の私が子供たちを守れないでどうする。修二君、あとは頼んだぞ。待ってよ、修二さん。教授を置いていくなんて、私。教授の思いを無駄にするんじゃない。逃げるぞ。動かさないでくれよ。タクマが起きたの見えたからついてきたんだ。タクマは何してたんだ。何ってことはないけど、ただ昨日は大変な一日だったなって思ってたんだ。僕たちは課外キャンプに来ただけなのに、いきなり岩みたいな化け物に襲われて。ごつもんだ。そう、ごつもんに襲われて、なんとか逃げたと思ったら、校舎はでかい蜘蛛の化け物のアジトになってて。毒蜘蛛だな。次から次へと、わけのわからないことばかりで、頭がついていかなかったよ。そう？タクマは頑張ってたと思うぞ。
必死だっただけだよ。さらわれた仲間を助けられたのは春の協力があったからだし。みんなびっくりしてたな。お化けじゃなかったのに。あれはしょうがないだろう。二人と会った時は僕だって驚いたよ。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないことはたくさんあるよな。考えなきゃいけないことってなんだ？